もこんにちは、高橋です。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日もバーニングブラッド実況です。ついにこの時が来てしまいましたか。今日はギアフォースを使いたいと思います。お願いします。はい、で、あのね、オンラインね、やってくださいって結構リクエストいただきました。ありがとうございます。で、オンラインやろうとしたんですけど、ちょっといろいろ調整があってもうちょっとかかりそうです。というのも、今これやってるアカウントが僕の完全な個人情報が載っちゃってるやつでオンラインちょっとできないから、もう一個アカウント作ったんだけど、そうするとそのアカウントゼロからになっちゃうのよ。キャラがゼロなの。だからちょっとそこを育てるんで、ちょっと待ってて。今日はとりあえずギアフォースやるから、ちょっとあれになっちゃう、あれになっちゃうけど、いきます。ちょっと早くこれ動画にしちゃった。ちょっと時間経っちゃってごめんよ。いや、マジでやばい。修行の成果見せてやる。やばい、いきますよ。ちょっともうギアフォース対、やっぱもう相手はこの方でしょ。なんといっても、いや、本当にすごい。再現とかも漏らす、漏らすよ多分。みんなマジ漏らす。もう俺さっき3回漏した嘘、漏らしてないけど泣いた。マジで俺本当にすごい。やばくない？ギアフォースだよ。だってうわうわ、そうね、ちょっとね、難しいっぽい。やっぱり体力がどんどん減っていくの。ただ今これこれは今フリーモードでね、とりあえず技をみんなに見せるっていうの。怖い。ちょっと早くやりたい。早くオンラインやりたい。全力でぶっ飛ばしてやる。時代はスマイルだ。こうやりとりしないんだね。いきましょう。ちょっと、そう、止まって、ごめんなさい。一回止まっていただいて、一回止まっていただかないと、私ちょっと一瞬でやられるから。ちょっと待って、はい、止まって、止まって、オーバーヒートって。ほら、弾んでるよ。やばい、この音とかもマジもう完璧。見た目のこの、何、湯気って言ったらあれだけど、この、やべえ、うわ、やばー、ギアフォースだ。なんか最初コミック出た時さ、なんかまん丸くて、これはかっこいいのかと思ったけど、こう見ると、鬼かっけえな。いや、さすが小田さんだ。クソかっけえじゃん、何これ。いきますよ、もうね。でね、普通の攻撃がめちゃくちゃ強い。いきます。コングがまだ一つだけが、1個目がね、コングワンなんですよ。コングゴワンなんですよ。これです。で、もっと、もっと次行くよ。はい。ああ、コングがやっちゃった。コングがやっちゃった。で、移動がもうこの感じ。このドレスローズはボインボインって言って。ほんと。すげえ。ちょっと待って、これもう一個。次にさせていきます。一枚上ね、移動しないといきます。はい。ドラミング、こう、ビシュって顔を蹴ったやつ。足で蹴るやつ。次もう一個いきますよ。はい、いきます。これ。これです。かっけ、軽いんだ、軽いんだ、すげえ。もうコミックであったやつやん、これ。やばいな。で、ちょっとね、カルバにはもう一個出し方があって、ハードガードブレイクの、このでかいやつ、これやばい。普通のガードブレイクは連動しないで空中からは通過。やばっ、全てがどうか。で、見てて。で、能力解放すると、能力解放した時の移動覇気使うじゃん。これ飛んでるやつ。うわ最高、マジ最高これ。動画忘れるわ。やばくない？これ。たまらん。で、いきますよ。いきます。限界突破。お前の顔はもう見たくねえ。やば。で、これね。で、まだあるんですよ。こうやって、とりあえず食らせないとあれだから。必殺技で最後倒すと、ムービーあるじゃん。それで倒したよ。あ、次回復しちゃった。よし、行くぞ。この辺で行くぞ。行きます。はい、
そうそうそう、これでいきましょう。俺は手も足も出せねえぞ。これやばいでしょ、もうこれやばい。うわ、俺ねこの動画を撮るためにね我慢してたんですよ、ティアホース触るの。今日動画撮る前に1回だけどんな朝があるのかね調べてやって泣いて今動画撮ってないです。しびれる。多分これ倒しきらないとレオバズーカで終わりなの。敵を倒しきったところで敵を倒しきるとレオバズーカからのキングコングがバーンって撃つって、しかもドフラミンゴだとちょうどブラーってグラサンが割れるシーン。これしびれるわ、しびれます。ちょっとそしたらコンピューター実際に動かして倒したいと思います。お願いします。よし、いきます。勝てるかな。コンピューターすげえ強いからね。いきます。うわやば、もうお前ちょっと興奮して勝てないってことがありえますので、私の場合しっかり集中して。いやコンピューターちょっとね、ドフラミンゴしかも超強いんですよ。なんかよっしゃ頑張ろう。なんかセリフないのかな、ギアフォースだと。海賊の王者は一人で十分だ。力のねえやつは逃げ出しな。特殊なやつ。さあ勝つぞ。よっしゃ、スマーホワイト。やべえ、いきなり食らっちゃった、いきなり食らっちゃったよ、いきなり食らっちゃった。ちょっと待て待て、よしよしよし、いいぞ。ちょっと待って、やっぱこっち食らってってんだ。ギアボス食らうんだ。やべ、ちょっと帰る。いやいや、強い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 。いい加減にしろ。え、ちょっと待って、ほらほら、これが強いの、すごい。ほら、確かにドフラミンゴ強いって。マジで強い。強すぎる。ドフラミンゴ強すぎる、マジで。もう一回お願いします。強い。しかもね、ルフィが距離を縮めようとして近づけるとオーバーヒートをやってくるんですよ。海賊、ちょっとしっかり体力がね減っていく。こっちよし、よいしょよいしょ。覇気を使って使、あ、そうだ、覇気使わないと体力減るってそういうことか。覇気使わないとあれだもんね、覇気となんかゴムの量と。やべ、これうざいわ。あ、でもめっちゃ苦労してる。よっしゃ、うわ、だいぶ苦労してる。さっさっと決めたいけど、まあ、こっちゲージが溜まってない。終わる前に倒したわ。いやいや、もう勝てる。今ね、本当にさざっと倒した。俺はなる。はい。さささね、今貯めようとしたんだけど、もうそもそも一人だとさささが溜まんなかった下のやつ。まあしょうがないね。うん。ちょっとじゃあ次回はオンラインでオンラインバトルちょっとできたらいいなと思ってます。まあもしかしたらもう1回か2回ぐらいちょっとこういう PC 戦挟むかもしれないですけど、 PC 戦 CP 戦コンピューター戦挟むかもしれないんですけど、まあオンラインソロちょっと近々でちょっと準備してますので待っててください。そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。他の関連動画もぜひ見てね。明日も頑張ろう。またね。はい、出た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 。どうなる、焼けんのかちゃんと。さあどうでしょう。え